すハイドです枯葉さんの漫画を紹介しましょうネットで CG 集を販売しているプロですしかし漫画に関してはほとんど経験がなく構図やセリフ回しに違和感がないか見ていただきたいですまずこの漫画を皆さんと一緒に見ていきましょう1コマ目セミ<ー>が鳴いています 夏のようですね。二コマ目。暑いなぁ。女の子がアイスキャンディーを色っぽく食べています。三コマ目。ねえ、クーラー買い替えないのいい加減、暑いんだけど。つか、夏休みの課題まだ終わらないわけ。今日出かける予定だったよね。ちょっと高びしゃな女の子のようですね。四コマ目。うぅ。 男の子は女の子の高圧的な態度に困っているようです。という漫画を送ってくれました。まずこの漫画のいいところをお伝えしたいと思います。女の子が可愛いですよね。それから夏という季節を漫画に活かしているというのがいいと思いました。セミという虫を描くことで季節感を表していますし、気温が暑いということでこの女の子が セクシーに見える状況を作っていますよね。季節や温度といった目に見えないものを漫画のシチュエーションに入れるというのはすごく良いと思いました。季節感というものを表すことでこの漫画のストーリーに入りやすくしていると思います。なかなか高度なテクニックですね。すでにプロとして活動していらっしゃる方のこの漫画、どこをどうすればもっと良くなるか、ネームを書くことで見せていきます。 僕は漫画家を目指す人たちのコンサルタントをしています。一生懸命漫画を描いているのになかなか認められないという人。プロの漫画家のピカサスハイドの頭脳を借りて自分の漫画の成長を加速させませんか成功までの時間を縮めたいという人。目標達成までに10年かかるものを僕は5年に5年かかるものを3年に3年かかるものを1年に1年かかるものを半年にというふうに縮めることができます。人生の時間を無駄にしたくない人。早く自分の漫画が認められるようになりたいという人。 は僕のところに来てください公式ホームページ公式 LINE からも無料相談を受け付けていますはいネームを書いてみました本来ネームというものはこれぐらいの絵で書かれるものなんですけれどもこれでは動画を見ている視聴者さんが 漫画になった時のイメージがしづらいので、こちらはちょっと絵を多めに描いたものを用意しています。こちらは完成原稿ではございませんのでご了承ください。この漫画を描いた作者の方が、これを参考に自分の原稿を書いていただければ、よりプロっぽい漫画ができるというヒントにしていただくために描いているものです。 ははセンスいいいと思います。この女の子のね、顔とか見ても可愛らしいので。だけれども、まだ物を正確に描くというところまで行き着いていらっしゃらないなと思いました。例えば、このセミですね。僕これ、ハエと思いました、正直言って。<laughs> なぜかというと、玄関に書いてあるネームプレートとか、うーん、このドアノブとか、 の大きさも正直おかしいんだけど、まあ、302秋山っていうのがはっきり書いてあるので、これを基準に考えますね。そしたら、セミの大きさって、 もうちょっと大きくないとおかしくないですかで、この302秋山を基準にすると、ドアのノブというか、取っ手というか、ついてる場所も、ここにあるのかっていうか、何を基準にするかで、僕の話が変わってくるんですけども、この秋山を基準にするなら、鍵とドアノブがもうちょっと下にあると思うんですね。鍵とドアノブを基準にするなら、この302秋山がもうちょっと上にいないとおかしいと。だからこういうところの比率って、 とかか対比っっててていいううものののをこの人は見えてないのかなって思うんで、すねでこういうところは至るところに見られてて、例えばこの女の子が食べているアイスキャンディここでは、まあ、顔に対してこの太さって言ったらいいのかなまあ、これ覚えておいてくださいね。で、次の子まで、めっちゃくちゃ細くなってるのがわかりますか細く小さくなってるんですね。で、もちろん、食べ物ですから、食べていくうちに、だんだん減っていくというか、小さくなっていくっていうことは考えられますよ。だけど、均等に厚みを細く食べるっていうのは、ちょっと難しい。 難しいっていうかここでは指より太いのにここでは指より細いんですよこれとこれは同じもののはずですからこんな短時間に太さというか大きさが変わっているのは僕はおかしいなと思うんですね合わせて見てないってことなんですよこのドアノブとネームとセミも合わせて見てないしこのアイスとこのアイスも合わせて見てないんですねであと顔もそうですね前の正面の顔横顔全然違う顔なんですねもしこの女の子でフィギュアの人形を作ったとしたらこの子の顔立体を グーって横に向けたら絶対この顔にならないと思います。シャーペン、これも見てください。手に対してめちゃくちゃ太くないですかつまり、ものの大きさの比率っていうものをこの方は全体的に見てらっしゃらないと思うんですね。だけど、この方はプロとして CG 集を販売してるぐらいだったら今僕が言ったことっていうのは全て理解できると思います。確認してないんだと思います。これを下書きの時点で確認しないといけないんですよ。ちゃんと大きさが同じものは同じ大きさで 書かれているか、背景や虫の比率は本当に正しいか、ネームプレートとドアの取っ手は本当にこの位置にあるのか、シャーペンの太さは男性の手に対して本当にこんな巨大なのか、これを一個一個確認してないっていうのがわかります。だから、絵が下手なのではなくて、確認作業を怠っている、その仕事をやっていないっていうことがわかります。 漫画添削動画で <laughs> いつも同じこと言ってるんで、もうこれ聞き飽きたわっていう人もいるかもしれないですけども、セリフが多いですね。この漫画の設定としては、この女の子、ま、すごく高飛車で高圧的な性格の女の子なんです。で、S の女の子って言ったらいいのかな多分その S を表すために、こんなにセリフを増やしたんだと思うんですよ。クーラー買い替えないのいい加減暑いんだけど、つか夏休みの課題まだ終わらないわけ。今日出かける予定だったよねっていうふうに、ま、命令口調ですね。男性に、 あーだこうだたくさん言うことでこの女の子の高圧的な態度っていうのを表したかったんだと思うんですよだけどまあいつも僕言いますけど小説とかノベルであったらいいのかもしれませんいや 小説やノベルでも、やっぱり無駄な文字っていうのは少ない方がいいと思うんですけども、これは漫画ですから、絵で表してほしいんですよね。だから僕はこういう風にしました。この3つの命令を僕は2つにしました。クーラー買い替えないのっていうのと、まだ宿題終わらないわけこの2つにしました。今日出かける予定だってよね。もうここまで読むのは正直僕しんどいと思っちゃったんで、読者として読んだ時に。じゃあこの女の子の高圧的な性格を何で表してるか、ここに注目してほしいんですけども、立ち上がって、 この男の子を見下ろしてるというか、見下してるというか、そういう感じを見せて、この女の子の高圧的な、まあ、上から目線の性格っていうのを表しています。こんな風にすれば、もうこの絵だけで、なんか偉そうな女の子っていうのがわかるじゃないですか。男を見下してるっていうね。漫画っていうものは、こんな風に絵で表してほしいと思います。それから、幼馴染のエリ、これもね、いるのかどうかってことなんですよ。その <laughs>、僕はこれを見せられることで、ちょっと白 けちゃったんですね。ちょっと冷めちゃったっていうか、これがあることで逆にこの物語に入っていけないんですよ。なんか僕は冷めたんですね。まあ、最近の漫画描く人というか、まあ、特にウェブですね。ウェブに漫画を載せてる人はこんな風に自己紹介をあの四角に囲って書く人が多いんですけども、まあ、自分がどんな 漫画を描きたいかで変えるといいと思います。これを描くことでその漫画が売れなくなるとかね、そういうことはないとは思うんですけども、ただ僕はこういうのを描くのってやっぱネットの世界の漫画に見えますね。まあ、セリフの多さも同じことが言えるんですけども、編集部を通しているレベルの漫画っていうのは無駄なセリフが少ないですし、あんまりこう自己紹介的なものをゼロではないんですけど少ないと僕思うんですね。で、セリフが多いものとか自己紹介 ののこれを書いていてててるるものはかか理由があってやっやというか例えば、セリフそのものが面白いから、ダーっと長いセリフを書く。例えば、美味しん坊とかそんな感じですけども、自己紹介を書くのは、例えば、主婦向けの漫画、年配女性向けの漫画はこういうものが好まれたりするので、意味があってそうやっているものもあるので、これを書くなとは言わないんですけど、ウェブで漫画を販売している人って、 っていうのは、まあ、自分で個人に販売してる人が多いので、そういう方の漫画は、必要性があってとか、意味があって、 で、じゃなくって、自分の漫画力が低いから、それを補うために、言葉で説明してるなって感じる人が多いです。だから、まあ、これを書いてる、カレハさんですよね。まあ、この方はもうすでにプロとして活動してらっしゃるようなので、僕のところにこの漫画を出していけたっていうことは、さらなるステップアップを目指して、投稿してこられたと思うんですよ。だから、自分自身がどういう作家になりたいのか、どんな風に読者に思われたいのか、で、幼馴染のエリっていうのを書くか書かないかっていうのを決めるといいと思います。 思いま,すまあ、この方ね、もうプロなので、も僕もそのあたりを意識してアドバイスさせていただきたいので、ちょっと難しいこと言いましたけど、ちょっと余談になるんですけど、僕の漫画の学校なんですけども、続々とプロが集まってます。<laughs> 僕はこれから漫画家になりたい人のためにと思って開いてるとこなんですけども、すでにデビューしてらっしゃる方の、まあ、多いこと。すでに連載していたり、単行本出してる方も僕のところに来られます。で、それ悪いことじゃないんですよ。めちゃめちゃ僕は嬉しい。 逆にプロのの方ってていうのはアドバイスしてもらえるところがないんですよもっとレベルアップしたいなと思っても、今更漫画の専門学校には行けないし、周りの漫画仲間も自分と同じレベル、もしくは自分よりも漫画力が高い人っていうのはなかなかいないんですよね。だから相談するところがない。それで困って僕のところに書き込み寺のように来られる方がすごく多いです。だからこの方もまあプロの方なので、どこに聞いていいかわからなくて僕のところに来てください。 だったんだと思います。 小回りというか、小運びというか、これが漫画を描く人たちが難しいと思うところだと思うんですけども、この真ん中のここですね、まあ3コマ目と言ったらいいのかなここがちょっとね、読みづらいと思いました。1、2まではいけるんですけども、3に来た時に、あっちこっちに吹き出しが書いてあるというか、まあこれも漫画初心者がありがちなんですけど、吹き出しを真ん中にしてるんですよね。この吹き出しが3コマ目を分断してしまっているので、この吹き出しを読んでからガガガを読むのか、幼な 馴染みの襟を読むのか幼馴染の襟を読んでからねクーラー海外替えなのってセリフを読むのかガガガを読んでからこれを読むのかその読者の視線誘導ができてないんですよねあっちこっちに文字が書いてあるので読者はどこから読めばいいかわからないどこからでも読めるじゃないですかどういう順番でもこれがちょっと不親切ですね何をメインに読者に見せてあげるのかっていう意識がないなと思いました思いつくまま書かれてるという いうか読者は、この漫画の文字が読めたいわけじゃないんですね。絵が見たいんですね。で特に、この可愛い女の子がバーンって出てたら、この子を見たいんですよ。枯葉さんの絵が見たいんですよ、この可愛い女の子。それを、文字が、すごく邪魔してるんですね。で、あっちこっちに散りばめて書いてある。セリフは縦書き。イラ、ガガ、幼馴染のエリ、これは横書き。 どういう順番で読んだらいいのかっていうの、ぐちゃぐちゃぐちゃっとしてるので、これがちょっと正当する必要があるなと思いました。なので僕は、セリフを少なくして、ねえ、ガガがクーラー買い替えないのっていう風に、視線誘導しました。これだったら、ねえと呼びかけて、ガガが、つまりクーラーが壊れてる、故障してるってことを、読者に先に伝えておいてから、クーラー買い替えないのって読ませた方が、読者は状況がわかりやすいからです。なので僕は、読者の視線を、う という風に動かすようにしました。プロの漫画家は読者の視線誘導、これを常に考えています。それは読者のストレスを少しでもなくすように、少しでも読みやすいようにっていう気遣いです。 これはちょっと上級者向けの話になるんですけども、この漫画は大人向きの漫画だそうです。まあ、いわゆる18禁漫画っていうかね、この女の子が S の女の子で、この男の子が M の男の子だと。だからこの後そういうエッチな展開になるんでしょうね。それだったら漫画の始めの方に、そういう空気を匂わせた方がいいと思います。これはエロ漫画なんだと。で、おそらく、まあ、これがちょっと、まあ、セクシーシーンというか、まあ、これも、まあ、色っぽいっちゃ色っぽい。 ですね。だけど、18禁漫画だと言うのであれば、読者はそれを期待してこの漫画読み始めますから、最初の方に後々のエッチな展開があるよっていうことを分かるように書かないといけないと思うんですね。なので僕はこんな風にしてみました。この1コマ目ですよね。これが一番ポイントだと思うので、女の子の口元をアップにして、まあ、よからぬことをね、まあちょっと想像させるような感じというか、まあ、よからぬことっていうのはもう何か僕は言いませんけども、まあ、僕のこのチャンネルの の視聴者さんたちはみんな紳士ですから何を言ってるんだハイド先生とこんなよからぬこととかなんで僕らは求めてないという声がもう聞こえてくるんですけどもこれも漫画のアドバイスとしてこの方は十八禁の大人向きのものを販売している方ですから僕はそういう風なアドバイスを真っ正面からさせてもらおうと思うんですけどもここでやっぱりこう掴まなきゃいけないと思うんですね最初の方で読者をこっから先にそういう展開がありそうだって思わせることでこの3クマ目もだから僕はちょっとこれ弱いと思ったんで ですね、なんか普通のギャング漫画なのか、それともそういう大人向きの漫画なのか、ちょっと中途半端だと思いました。なので、もう僕は大人向きの漫画なんだったら、もうそれを予想させるような感じに描きました。こう、アイスをね、なんかポタポタ溶けてるっていうか、この部屋はクーラーが壊れてて、暑いわけでしょ暑いなって言ってますから。なので、もうアイスも食べる前に溶けていってしまってると。で、その溶けた水滴が女の子の体に落ちてるっていうね。何を言ってるんだ、ハイド先生と。<laughs> 不健全なものは僕たちは見たくないですよって、ま、あ動画を見てる視聴者の男性の皆さんは、真摯な皆さんは、こんなのを僕たちは見るために、この動画見てるんじゃないって、ま、あの、みんな言うと思うんですけど、これすいません、ちょっと漫画のアドバイスのために、僕は、これ真っ向から <laughs>。 真っ向から僕はアドバイスさせてもらいます。これは。こんなエロチックなものは僕らは見たくない。今僕のチャンネルを見ている真摯な皆さんは画面を手で覆ってると思います。もう目を背けてもう横向いてると思います。今僕の動画を見て。<laughs> <laughs> だったら、動画止めるだろうと思うんだけど、だったら、だったらもう消すだろうと思うんだけど、漫画っていうのはもうそういうもんですから、それが目的の娯楽作品ですから、これはね。だから、そういうものを感じさせるべきだと思います。で、この僕、この3コマ目の、この女の子が立ち上がって、男を見下してるっていう、この絵なんですけど、これも僕は、そのお尻が一番手前に見えるようにしたのは、この漫画の目的がそれだからなんですね。やっぱ女の子のセクシーな部分を、なるべく見たいと思うと思うので、 お尻を見せてるとこの先の、まあ、そういう展開というか、そのメールに、この女の子は S で、この男は M っていう,うに書いてあったんで、その後のそういう展開を予感させるような、感じさせるような、要するにこの子が女王様みたいな感じのを感じさせるような構図にしたんですね。これは漫画の導入部分というか、入り口ですから、やっぱここで読者を掴んでほしいんですよ。ここで読者を掴んで、この後、読み進めてもらうた ためにまずこの最初入り口からはこれ面白そう期待するものが後にありそうっていう風に思わせるためにまあ、僕はこんな風な表現をさせてもらいましたまあ、これはちょっと迷ったとこなんですけどまあ、男の顔がこれ書いてないですよねで僕これ顔の中描くかどうか迷ったんですけどまあ同じように書かないようにしましたエロ漫画っていうのは男の顔をあえて顔の中身を描いてないっていうのは割とよくある手法なのでそれは読者が男を期待してないって言ったらいいのが からその男を見ることを期待してないっていうこととか、こっちがまあ自分自身に投影して読むので、顔っていう情報がある方が、かえって邪魔というか、読者がまあ自分自身になりきれないというかね、それで顔の中を省略してるっていう方法はよくあるので、まあこっちも僕は省略しました。でも、まあ っていいかなどうかなうん。なんかまあ自分としては描きたくなったんだけど、まあ描かなかったです。っていう感じですね。さっきちらっと言いましたけども、プロゆえにっていう悩みもあるんですよね。プロって言ったら、多くの人は全部完璧な人みたいなイメージを持つと思うんですよね。だけど、プロの漫画家さんもみんな悩んでらっしゃって、自分が完璧だなんて全然思ってないんですね。自分の絵だってまだまだだっていうふうに多くの方が思ってらっしゃるし、ストーリー構成がも ちょっとつけばいいのになとかネーム力は自分がないなっていう風にみんな悩みながら書いてる人がほとんどなんですよだけどプロがそれを相談する ところがないんですよね。その相談しても、いや、あんたもうデビューしてるくせにって言われてしまったり、悩んでるっていうことが、余計に周りからツーンってされちゃうっていうか、プロなんだからいいじゃんみたいな感じに言われちゃうことが多くって、どこにも相談できない孤独なプロがいっぱいいるんですよね。本当は私だってもっと絵の勉強をしたいのにとか、本当は私だってもっとストーリー構成のこととか、ネームの作り方を教えてほしいのに、誰にも教えてもらえるところがない。 編集さんんにに相談ししててててもそそこまでで教えてくれないしなっていいいいいいっっっううう風に思るる人ががぱいいるんですよそういう方が僕のところに駆け込んで来られるんですよね。だから、すでにもうプロとして活動されてる方は、大っぴらに自分が漫画の勉強してるってなかなか言えないんですよ。だけど、僕のところだったら完全マンツーマン制なので、シークレットな状態で学ぶことができるんですね。なので、そういうふうな良さもあって、僕のところにはプロの方がたくさん来られています。僕の 漫画の学校は、あの、ゴールドジムみたいになってるんですよね。フィットネスジムって、まあ、太ってる人はね、痩せるために来たりとか、まあ、健康になりたいなって思ってる人が来るとこじゃないですか。だけど、ゴールドジムって、もう、ムキムキのマッチョマンの人が、さらに、マッチョになるために来るジムみたいな感じじゃないですか。僕の漫画の学校は、そんな感じになってます。<laughs> もう、すでに、漫画力があるのに、もう、プロとして連載とかしてるのに、さらに、漫画の筋肉をムキムキ 先につけるために僕のところに自分のことを期待に来られるっていう方がすごい多いんですけどもでもまあ僕はすごく光栄に思っていてそれも自分も,もう力を入れて真剣に向かい合ってやらせてもらってます悩んでいるプロの方すでにデビューはしてるんだけども次の掲載がなかなかできないとかね連載までなかなか運べないとかねすでに連載が決まったんだけど自信がないとかねそういう風な方がいらっしゃったらぜひ僕のところに来てくださいいろいろね言いましたけども、まあ、この方はプロとして活動されてるだけあって センスっていいううものはすすごいあると思うんですよねこの方の販売サイト僕も見させていただいたんですけど非常に人気がある方ですなので漫画力をつけられるともっと売れると思いますのでぜひ漫画の筋肉をムキムキに鍛え上げて販売数を上げていただけたら嬉しいと思いますもっともっと人気者になってください漫画原稿を書くヒントにしてください僕は漫画の学校をしています一生懸命漫画を書いてきたけれどもどうやったらデビューできるかわからないどうやったら 認めらられるか分からないといい。とう人は是非来てください自分一人で書いていては気がつかない気づきや発見がいっぱい得られると思います。一人で漫画を描いていても自分で悪いところは 気づきません。あと具体的に何をどう直していいかっていうのもわかりません。漫画が認められないまま20代後半を迎え、30代を迎え、40代を迎えっていう風にならないように少しでも早く自分の漫画が認められたいという人は僕に相談してもらえればなっていう風に思います。漫画の公式ラインを作りましたのでそこでも質問に答えています。ぜひお友達登録をお願いします。